高等園は兵庫県西宮市の地名。高東園一丁目から二丁目と、上高東園一丁目から五丁目からなる。西宮市市街の北東部に位置し、市内にある他の紅葉園、倉楽園などの園の字を含む6つの地域と合わせて西宮7園と呼ばれる高級邸宅街の一つである。阪急電鉄沿線北側に位置するため、 関西な住宅街として人気が高い。近隣地区に関西学院大学や神戸女学院大学をはじめとする複数の大学が立地し、洗練された雰囲気を醸し出している。1889年に、向群門戸村、城大、市村、下大、市村、壇上村、新宿村、日口神殿、上ヶ原神殿が合併した際、向群校東村と名乗ったのが、 高等という地名の始まりである。これは地域全体が鉱山の東部に位置することにちなんでいる。1894年に大阪食林合志会社が木の江東村新珠に果樹園を開設し、1900年にその果樹園を高等園と名付けた。これが高等園という名前の始まりである。しかし果樹園は採算性が悪く、実際はこの地域の大地主で、 大阪職林の経営者である芝川家の別荘的役割を果たしていた。阪急にしたから線が1921年に開業した際は小林駅の次は門戸薬人駅で高東園に駅はなかったが翌年に芝川家が無償で阪急に土地提供を行ったため高東園駅が開設されることになった。鉄道駅の開設後、 関西学院大学などが移転してくるなど、開発が進むようになった。戦後には1951年から宅地開発が行われ、住宅街を形成するに至った。1958年には、関西学院大学周辺の上ヶ原地区が、日本で2番目の文教地区指定を受けたこともあり、この周辺を校区に含む、私立高等小学校、私立高陵中学校は、市内で、 最も人気の高い学区となっている。これを受けて、西宮市も1963年に文京住宅都市宣言を行っている。高東園にあった柴川家の別荘。犬山市の明治村に移築保存土地を提供した地主の柴川又右衛門は、五福省大阪無出で屋を営んでいた仙台新介が大阪伏見町に東物省 ムカデ屋を開業して成功した合唱である。明治十七年に初代又江門が西宮高等園の土地を入手して不動産業に乗り出し、明治二十九年に二代目又江門が村山隆平、富山修造と大阪食林越し会社を設立して果樹園、高等園を開いた。明治四十四年には当地に別荘を建てて関西財界人との交友の場とし、阪急に 駅の設置を依頼して、設置費用と周辺の土地1万坪を半球に提供。これが、現在の高等園地域開発の端緒となった。武田51設計の芝川家別荘洋館部分は、博物館、明治村に移築され公開展示されている。移築にあたっては、高等園の坂の上にあった別荘の景観により、近づけるため、段差を造成して復元された。芝川家は、 大阪の千島、千歳、加賀屋の三神殿を購入し、1912年に千島土地株式会社を設立して、不動産業を本業とし、二代目の息子の又四郎の第二手掛けた芝川ビルディングは歴史的建造物として現存する。二代目又、江門野の妻は山口財閥三代目、山口吉郎兵衛の妹。又四郎の妻の兄に小坂賢治。 娘の夫に男爵、前田勇の次男。親戚には日本家織創業者の芝川英介などがいる。ありがとうございます。